はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノルームのお時間がやってまいりました。今回の動画はですね、60センチのね、コトブキの水槽にいるね、ブルータイガーパロットと、最近ですねプラチナタイガーパロットのベビーって言ってもだいぶ大きくなってるんですけどを、ごちゃ混ぜにちょっと入れたんですね。まあそこまでになる経緯がね、いろいろあるんですけれども、まあそれもね、動画にしてアップしてると思うんで、そこを見てもらえればと思います。で、今この中にいるのは、セパレーターを隔てて、左側にプラチナパロットベビーと、ブルータイガーパロットベビーちゃんがいます。で、右側は、このブルータイガーパロットベビーのママとパパ。とあと7期生がいますね。7期生ね、左にやっちゃうと食べられちゃうのでね、この子供たち兄弟たちにね、っていう形で、まあもうお祭りみたいな感じになってるので、まあ動画の中でいろんな経緯もね喋っていけたらと思います。ではどうぞ。はい、ということでね、本編動画始まりましたけれども、見てお分かりのようにね、セパレーター隔てて左の方、もうこれすごいですよね。もう集いですね、ベビーの集いね。まあこのブルータイガーのベビーちゃんはもうみんな右側にいる、このブルータイガーパロットのママとパパが2匹いるんですけど、この2匹が産んだ子たちだの、なので、順番に言うと1期生3期生5期生が左の方に入っています。ブルータイガーパロットベビーちゃんね、2期生は、食べられてしまって、5期生は孵化してから全滅してしまったということで、1、3、5なんで4期生ですね。4期生は孵化してから全滅してしまったので、1期生、3期生、5期生のブルータイガーパロットベビーちゃんが左に入ってます。で、あと今映してるこっち側、ブルータイガーパロットのパパとママのところには7期生ですね、5期生の後の6期生も実は全滅してしまいまして、これはまた原因不明でね、孵化した後に全滅と。だからもう面白いようにね、1,3,5,7 でね、奇数順番なんですよ。一番最初は成功、2回目食べられて、3回目成功、4回目は全滅、5回目成功、6回目はまた原因不明で全滅で、7期生は無事に孵化して、今ちょっと映ってたんですけど、まだちっちゃいですけど、もう結構泳ぎ回ってるんで多分大丈夫だと思います。で、今あとプラチナパロットがね、ベビー、まあ、ベビーっていうよりはもうだいぶ大きくなってるんですけど、2、3センチも大きいのだと5センチぐらいあるのかな、が今5匹ぐらい入ってますね。これは1回前に動画でアップしてますけど、接骨院にいる、プラチナパロットのママとパパが、産んだ子供なんですよ。で、今餌あげてますけれども、で、プラチナパロットの場合は1期生2期生はまではすごく、産んだ数と同じぐらい成長をしっかりして、ほんと50匹ぐらい大きくなってって、で3期生で初めて失敗しまして、で4期生は何匹か、4期生もね、まあ失敗に近いんですけどね、10匹弱しか生き残んなかったんですよね。なんで一応1期生2期生4期生っていう形で、5期生と6期生は産んでからまた原因不明で全滅しちゃったので、いないと。でもう6回目で終わっちゃったんですよね。母親のパールちゃんがね、父親のシロとね、離婚しちゃったんですよ。まあ、それもね、動画で上げてますんで、もしよかったらね、ちょっと悲しい動画なんですけど、見てあげてください。で、それでもうパールちゃんはもう離婚しちゃったんで、産めなくなっちゃったので、まあ、4期生までと、プラチナの方はね。で、ちょっとこんだけ、その今少ないっていう理由は、まだ接骨院の方に、いるんですよ。1期生と2期生と4期生がね。全部を持って帰ってないんで、接骨院の方にまだいるっていう状態で。で、30匹ぐらいもお持ち帰りしたんですけど、家の、水槽にね。
そこでちょっと減っちゃったっていう理由もあるんですけど、まあそこら辺は割愛しようかなと思います。まあその時に喋ればいいかななんてね、まあ、その時っていうか、まあ簡単に言うとね、食べられちゃったんですよね。一緒に入れてたね、フラワートーマンっていうね肉食魚にね結構な数食べられちゃって、結構微妙な大きさだったんでね、食べられないかなっていうぐらいの大きさだったんですけど、フラワートーマンがそんなにまだ大きくなくて、でも結構食べられちゃったので、家に持って帰ったプラチナね、パロットベビーちゃんはちょっと少なくなっちゃったんですけど、まだね接骨院にすんごい数いますから、60匹とか、それ持って帰ってきたら相当な数になりますね。という感じで今この水槽は出来上がってると。なんでそのプラチナパロットのベビーちゃんとね、ブルータイガーパロットのベビーちゃんとブルータイガーパロットのママとパパが同居しているという状態です、という動画の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。なんかね、この水槽なんかカオスになってきました。ベビーちゃんたちが多すぎて。